多店舗化、フランチャイズ化を考える店舗ビジネス研究所。この番組は株式会社上信パートナーズの提供でお送りいたします。店舗ビジネス専門コンサルタントの高木優が最速最短で年商30億店舗数30兆を実現する実証されたノウハウをコンセプトに、のれん分け制度構築、FC 本部立ち上げ、立て直し、人事評価制度の整備など、飲食店、整体院、美容院などの様々な店舗ビジネスの多店舗展開を加速させるために重要なことを対談形式で分かりやすくお話しする番組です。こんにちは、パーソナリティの田村陽太です。配信第78回目となりました。本番組のメインパーソナリティをご紹介します。店舗ビジネス専門コンサルタントの高木優さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。高木さん。はい。事件が起きました。おお、何ですか。お便りが来ました。おお、やりましたね。やりましたね、高木さん。どうですか、感想はいかがですか。いや、やっぱりこうね、反応があると嬉しいですよね。嬉しいですね。じゃあ、初のお便り読ませていただきたいと思うんですけれども、はい、ラジオネーム、こじつけ職人さんからいただきました。鳥取県の砂丘近くでカフェを経営されているそうです。じゃあ読ませていただきますね。こんにちは。いつも楽しく番組を聞かせていただいています。高木さんに質問です。高木さんは、ポッドキャストや YouTube など、情報配信を積極的に行っていますが、配信を続けてこられて良かったことはどのようなことですか。手応えを感じておられることがあれば教えてほしいですと。これすごいじゃないですか。めっちゃ聞いてくれてる方じゃないですか、これは。すごいですね。嬉しいですね。嬉しいですね。こんな愛するリスナーさんに向けて何かあるんでしょうか。いや、これはね、はい、たくさんありますよ。おお、何でしょうか。これね、はい、このポッドキャストもそうですし、はい、YouTubeもそうなんですけど、はいはい、まあ、これ聞いてくれてたり、こう見てくれてたりされてる人っていうのは、私がこうどんな人柄なのかとか、どんな専門性を持ってるのかっていうのを、私がもう知らないところでこう詳しくなっていってくれてるんですよね。はいはい。で、私のことをこう学んでくれてるわけですよ。ほうほう。で、向こうが、私は会ったこともないのに、こう親しみを感じてくれてるようなことっていうのが結構あって、ほうほう。だから例えば、何でしょうか、 YouTube を見てますみたいな方が、はいはいはい、私にこう問い合わせをこうしてくるわけですよ。お、はい、初めてじゃないですか。そうですね。なんですけど、もう向こうはね、私にこう親しみを感じてるんですよね。で、初めて会った感じがしないみたいな。お、でも私は初めてなんですよ。そうですよね。だけどこれって、はい、すごいことが起きてますよね。お、確かに。普通こう初めてでお話をすると、お互いこう緊張感を持ってお話するわけじゃないですか、はい、ほうほう。だから慣れるまでにやっぱり15分とか20分とかこうかかりますよね、コミュニケーションが。まあそうですね、最初のね、こう挨拶であったりとかありますね。そうだけど、それを情報発信をあらかじめしていることで、関係性を作る一部分っていうのがもうその前段階で行われてるわけですよ。おお、はいはい。で、信頼関係が、まあ、向こうはこちらをある程度信頼した状態で来てくださるんで、はい、もうそこがだから不要になるわけですよね。はあはあ、でこれは僕すごいね、効果だなと思ってるんですよね。あ、もうある程度そのリスナーさんとか YouTube 見られてる方は、はい、もう高木さんのことはもうほぼほぼもうお見通しみたいな感じですか。まあだってそうですよね。そのリスナーさんとかこう YouTube 見てる視聴者がこうあえて見に来るものじゃないですか。あ、そうですね。だから多分一回聞いて、あ、高木さんとは合わないなって思った人っていうのはもう離れていくと思うんですよ。ああ、確かにそうですね。でもそれをこう継続的に聞いてくださってるっていうのは、まあ、少なからずその考え方とか人柄とかにこう共感してくださってるわけじゃないですか。そうですね。で、それがだからこう積み重なっていって、でいつの間にか会ったこともないのに信頼関係っていうのがこう少しこう構築されていく。ほうほう。これはまさに今のね、このオンライン化とか、はい、こうデジタル化が進んだ今だからこそなんかできることなんじゃないかなと思うんですよね。ああ、確かにそうですね。いつでもどこでも自分の情報を発信できますしね。逆に言ったらどこでもどんなとこに住んでる人でも高木さんのことを好きになれる、そういうコンテンツですもんね今ね。そうそう、すごい可能性ですよね。
知らない人以外にも、はいはい、いいことって結構あって、お、例えばうちのクライアントがいるわけじゃないですか、はい、でクライアントと直接的に会うのっていうのは平均的には1ヶ月に1回とかなわけですよ、はい、だからそんなにこう頻度をね多くないわけじゃないですか。そうですね。だけどこのポッドキャストとか YouTube とか、まあ、そういったものっていうのは、まあ、週に1回とか週に2回こう更新されるわけじゃないですか。そうですね。でクライアントの方っていうのは比較的高い確率でこういうの聞いてくれたりするわけですよ。向こうは私と接してる気持ちになってくるんですよね。はいはい。だからこう久しぶりに会ってるのに向こうは私と久しぶりに会った感じがしないみたいな感想とかっていうのもあって、でこれもすごい効果ですよね。確かにそうですね。もう別に時間がない時でも向こうは見れますしね、うん、だからその辺はすごいコミュニケーションの仕方としてはすごい円滑に進んでいいですよね。そうそう、だからやっぱりコミュニケーションってこう面と向かってお話しするのが一番いいとは思うんですよ。はい。だけどそれはどうしてもこう時間が、ね、お互い取られてしまうんで、はい、もうね多くの人とその関係性持ってたら難しいじゃないですか。そうですね。だからそのコミュニケーションを補足する形でこういうポッドキャストとか動画を活用していくって考え方も多分あるんだと思うんですよ。これもすごいこう可能性ですよね。確かに。ポッドキャストもやって YouTube もやって、もう高木さんある程度もう情報発信のもう全てを網羅されてる感じありますよね。ブログもやってますし。そうなんですよ。だからある程度こう、はい、かじり尽くした感じがありますね。そうですよね。あれですよね、このリスナーさん、こじつけ職人さん、手応えを感じておられることがあればって書いてますけど、はい、なんですか、まあ、手応えっていうと、あ、これやって、あ、何か売り上げにつながったとか、これ今までのお客さんの感触と違うみたいな、なんかそういうもっと聞きたいのかなと思うんですけど、なんかあります？手応えって言われたものだとありますか？あ、でもね、全然違う観点でお話しすると、今お話ししたのっていうのは、はいはい、私のこうメイン事業に対するこうプラス効果なわけじゃないですか。はい。だけど、それ以外のプラス効果ってあるんですよ。おお、何でしょうか？で、それは何かっていうと、その YouTube 試したり、Podcast 試したりっていうのは、はい、まあ、ある種こう、ウェブマーケティングっていう枠組みの中の一つのツールじゃないですか。そうですね。で今の時代って、まあ、特にこうコロナ禍になってからこうウェブマーケティングってこう避けては通れないものになってると思うんですよね。はい、でみんな興味があるわけじゃないですか。でそれをまさにこうポッドキャストとか YouTube を使って僕は実践してるわけですよ。で当然こう失敗したりあるんですよ、はい、こう苦労もしてるんですけど、はい、でだからそれがねこう全て要は私が関わってる企業の方っていうのは知りたい情報なわけですよ。まあ、そうですよね。そうそう、だからそれを僕はある種やってるからでしかもこう勉強もするじゃないですか。そうですね。専門家の方に教えてもらったりもしてるんで、だそれをねこう付加価値として提供できるようになってるわけですよ。あ、だからそういう意味で言ったらクライアントの方、私のお客さんの方っていうのは今までのだから私と付き合っているよりもそういうポッドキャストとか YouTube とかをやった後の私とお付き合いしてる方がなんか得られるものが多くなってると思うんですよ。あ、確かにそうですね。しかもこのウェブマーケティングの知識っていうのは今もうみんな欲しいものなんですよ。ああ、やっぱそうですか。そうそうそう、確かにそうですね。もう実践に勝るものないですからね。もう高木さんがもうすでに苦しみとか、あ、こうやったらうまくいくっていうのをだんだんと分かってきて、それが直にすぐ聞けるっていうのはやっぱそのクライアントの方にとってもね、やっぱプラスなことですもんね。いや、すごいねプラスだと思うんですよ。ほうほう。で僕は別にその道のプロじゃないんで、はい、そこにすごいコストをかけることもできないし手間をかけることもできないじゃないですか、はい、だから自分たちの中でこう限られた手間とコストでやっていくのかみたいなことをこう追求してるわけじゃないですか、はい、だからこれはもう中小企業でもすぐ実践できるものなわけですよ。だから多分ね一番欲しい情報を僕持ってるんだと思うんですよ、はい、いろんなことを勉強した中で、あ、これは難しいとかね、これはお金かかりすぎるとかっていうのを取捨選択しながらやってるから、はい、と欲しいじゃないですか。まあそれはそうですね。そうそう、だからそこはねもう全然違った観点ですけどすごくこう手応え感じてますよね。もうね、高木さんの本業といったらフランチャイズ化とかのれん分け化とか多店舗経営のところが中心じゃないですか、はい、それがそのウェブマーケティングのところもこうご相談できるって言ったら結構経営者の方もこう食いつきがやっぱ良くなるんじゃないかなって個人的には思いますね。やっぱりなんでそのウェブマーケティングの例えば考え方を活用した、はい、その人材採用の仕方とかね、ああ、はいはい、
それ以外にも例えばフランチャイズで言ったら加盟店をどう獲得するかみたいなところっていうのに、はいはい、私はその今ウェブマーケティングの考え方っていうのをすごくこう活用してるんですよ。ああそうなんですね。でこういうのっていうのはやっぱりこう実際実践してるからお話しできる内容だと思いますし、はい、でしかもそれがその現実的に中小企業でもできるようなお話になってるわけですよ。はあはあ、これ知りたい会社って絶対多いですよね。いや多いですね。もうどのツール使っても人材が集まらないみたいな企業さん多いので、だからそれをもう高木さんが全てそういうところで苦労もして、うん、これが王道だっていうところが分かっていればそれはやってみたいと思う人多分増えると思いますね。だってね、例えばその人材採用をね強化していきたいって考えるんであれば、はい、まだ見ぬね仕事を探している人たちと会社とのこう関係性をいかにこう面接の前段階で構築できるかみたいなのが重要なわけじゃないですか。ああそうですね。じゃあポッドキャストとかをうまく活用してそのね仕事を探してる人にこの音声を届けて、そこで相手がねこのポッドキャストで会社のことをいろいろと学んでくれて、はい、で会社の経営者とかね従業員さんとかをの雰囲気を知って面接まで来てくれたら、これは採用まで至る可能性が高いじゃないですか。まあそうですね。そうだ、これをどういうふうに組んでいくのかっていうお話なんですよね。あで普通のね採用活動になってくると求人票どう書くかとか、まあ、そういうレベルの話になっちゃうじゃないですか。はい、でそれは必要なんだけど、はい、それをだから今の時代に合わせてこうウェブマーケティングの発想を入れるとどうなりますかみたいな話でできるわけです。確かにそうですね。すごいプラス効果ですよね。ありがとうございます。追加であと2つ質問してもいいですか。はい、このこじつけ職人さんのちょっと文章に立ち返って質問したいんですけど、はい、まずの1つ目なんですけど、高木さんは情報発信を積極的に行っていますか、書いてました。はい、高木さんが情報発信を積極的に行っている理由を教えてください。いやそれは、はい、まあ、クライアントを獲得するとかこうパートナーを獲得するっていう観点で考えた時にね、はい、私がこうどんな人なのかとか、どんな考え方で事業をやってるのかっていうのを知った上でこう来てもらわないと、お互いにとって無駄なね時間とかコストが発生する可能性って高いですよね。高いですね。高いじゃないですか。だって例えば僕がのれん分けとかフランチャイズ展開のサポートとかってしてますけど、はい、そういうことをやってる会社ってのは他にも何社もあるわけですよ。おお、はい、でそこに対して僕がねのれん分けのサポートしますよとかしか言ってなかったとしたら、はい、何が起きるかって言ったら、それはもう金額のね比較とか、はい、実績の比較とかになるわけじゃないですか。そうですね。でもう金額で比べられたら最悪ですよね。価格競争になっちゃいますね。そうそうそう。で実績とかって言ったって僕らそもそもそんなにね年齢が年取ってるわけでもないから、はい、それ例えば私今39なんですけど、これ60歳の方と比べられたら、はい、それは経験少ないの当たり前じゃないですか。はい、もう何も言えないですもんね。どう考えたって年数が違うんだから無理なんですよね。そうですね。そうだけど、じゃあそれを回避したいと思ったら、僕の考え方とか人柄とかっていうのをちゃんと前面に押し出して、はい、でそこに対して共感してくださった方が来てくださったら、はい、これはその経験がどうとか金額がどうとかね、はい、それ以外のことで関係性を持てる可能性って生まれるじゃないですか。まあそうですね。だからまあ僕は自分のことがこう弱者だと思ってるので、弱者だからこそ、はい、その限られた方でもいいんで、その共感してもらえるそういう情報発信をしていかないと、はい、ダメなんじゃないかなと思うんですよ。あだからもう生命線なんですよ、情報発信をするってことは。高木さんがそのなぜ積極的に情報配信してるかの真髄が分かりました。はい、ありがとうございます。2つ目の質問最後、ちょっと時間も近づいてきたんですけど、はい、配信を続けてこられてよかったことって書いてあるんですけど、続けてきてよかったことって何かありますか。はい、こう情報配信していて最後お願いします。あもうたくさんありますよこれは。はい、何でしょうか。まずその配信をするっていうことは、はい、それなりに情報を整理しておかないと配信できないじゃないですか。おお、はい、だから配信をすればするほどこう情報が整理されていって、はい、情報を整理するっていうことは理解を深めていかないと整理も何もないじゃないですか。そうですね。だから自分自身のこうスキルアップ、まあ、レベルアップにはもう確実につながっているんですよ。おこれはねかなり大きいですよね。はあはあ、
で他にも情報発信を続けていくってかなり苦行じゃないですか。苦行ですね。でしかもね、はい、やんなくてもいいんですよね別に。あ、それは深いぞ。何でしょうかそれは。別にやんなくったって、はい、直ちに僕がね大きなマイナスを被るかって言ったら被んないじゃないですか。まあファンがねいなくなっちゃって寂しい気持ちはあるかもしれないですけど。そうそうそう、はい、だから別にすぐには困らないわけですよ。はい。でもそういう中でもこう継続していくっていうのはもうある種こう自分と約束してそれを守るみたいな。でこれはだから自分の鍛錬になるわけですよね。おお。で事業活動の基本だと思うんですよ。やるべきことっていうのをちゃんとこう明確にして、はい、でそれを決められた通りに実践していくっていうのは、もうこれができないともう PDCA とかよく言いますけど、はい、成り立たないわけじゃないですか。もう約束破ってますもんね。そうそう。だからそういう、こう自分と約束してそれを守る力が身につくっていうのもそうですし、はあ、まあ、それができるっていうことがそもそも信頼につながっちゃうんですよね。あ、ポッドキャスト週1回更新してます、 YouTube 週2回更新してます、でブログも週1回更新してますとかって、はい、もうやってるんですよ当たり前のように。ああ、そうですね、ずっと続けてきてますもんね。そうそう。でもうそれを見た瞬間ね、例えばこうホームページ作って、はい、3年前とかに作ってホームページ作りましたみたいな、ね、ニュースが残ってるやつあるじゃないですか。ありますね、はい、もうどっち信頼するみたいな話なわけですよ。確かに。そうですよね。まあそうですね。もうだから今挙げただけでも3つもあるじゃないですか。そうですね、続けるってすごい大事ですよ。いやありがとうございますね。この文章だけでもすごい質問が、すごい深い質問だったんですけど、高木さんズバリリスナーさんに返せたんじゃないですか。ご回答できたんじゃないでしょうか。あ、できました。はい、よかったです。はい、ありがとうございます。ラジオネームこじつけ職人さん、ありがとうございました。店舗ビジネス研究所ではいろんなリスナーさんからまたコメントをねお待ちしておりますので、どんな質問でもいいですよね高木さん。何でも構わないですよ。もう全部多分返してくれると思いますので、ぜひもうどんな質問でもいいのでリスナーさん送っていただきたいと思います。はい、本日高木さんありがとうございました。ありがとうございました。